今回は AKB ユニット渡り廊下走り隊7が東京湯島を中心に今注目の下町情緒あふれる地域を散歩して美味しいものをたっぷりご紹介します。わーめっちゃ美味しい。やばっ、めっちゃ美味しい。渡り廊下走り隊7です。今日やってきたのは東京の下町湯島。はい、ここに素敵な渡り廊下があると聞いたんですけど、みんな渡りたいですか？渡りたい！渡る！では、その前に下町ならではの美味しい食べ物を探しに出発進行！出発！味があるね。古き良き時代に良き日本ね。ね、楽しい。あ、見て、お干物。本当だ！アジ？これ何？アジかな？お魚さん？アユ？せーの！こんにちは！こんにちは。こんにちは。あそこに美味しそうな食べ物がいっぱいあるじゃないですか。うん。少しいただいて食べたいな。これ？あ、それです、それです。イカ焼き。何それ？イカ焼き。あ、いいですか？待っても。ありがとうございます。そのまま食べないか。そのまま食べないか。柔らかいから。皆さんどうぞ。柔らかいから。そのまま食べていいんですか？いただきます。食べたい。私も食べたい。ありがとう。いただきます。美味しい。美味しい。ないよ。美味しい。いただきます。いただきます。最高でしょ？最高。柔らかい。あとマグロ好きな人。はい。美味しい。美味しい。やば。もうなんか。ありがとうございます。受け取って。一口です。ありがとうございます。吐きちゃうよ。やばい。じゃあアンスをはるか。いただきます。美味しいよ。どう？わー、すごい。どうですか？じゃあ愛ちゃん、とろっとろ。わー、食べたい。口の中入ったらもうとろけた。美味しそうすぎる。すごい美味しい。とろけるよね。やばいやばい。何？早く食べたい人。マグロが違うから。え？美味しいよ。とろける。めちゃ美味しいですね。とろける。あと安くないもん。続いて湯島のお隣本郷にお邪魔しました。金魚場。じゃあ金魚坂。金魚坂。すごい、見て見て、水槽。金魚だ。金魚。水槽めっちゃいっぱいあるよ。本当だ。金魚。あ、こんにちは。喫茶店。あ、こんにちは。お母さん。お母さん。ここ金魚屋さんなんですか？そうなんです。すごいたくさんいますね。350年やってるんです。350年。すごい。350年ですか？おかみさんの帯金魚の柄なんですね。金魚なんです。かわいい。愛してるんですね。もう金魚一筋で。金魚マニアにはたまらない。みんな元気でも綺麗だ。金魚なんですよ。綺麗だもん。ほら綺麗ね。めっちゃ綺麗。ほんとこう金魚が好きな人にはね。見て見て、喫茶店あったよ。ほんとだ、喫茶店。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。もう先生金魚って書いてある。うちの名物のカレーがあるんです。カレー食べたい。来た来た。わー、あー、あー、あー、黒い黒い黒い。なんと真っ黒なカレー。じっくり煮詰めた玉ねぎとカラメルがこの黒さの秘密だそうです。せーの、いただきます。美味しそう。どうぞ召し上がってください。うん、うん、いただきます。めっちゃ美味しい。やばっ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ママのカレー並み。美味しい。なんかいつもの味よりもちょっとこういう味、なんかビーフシチューみたいな、なんかこんな感じがする。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。お肉柔らかい。そうだね。すごい、なんか落ち着く家庭の味。初めて食べた黒カレー。食べたことないカレーでも美味しい。いや、やみつきになるな。すごい。めっちゃ美味しい。続いて向かったのは創業100年を超える湯島の老舗の甘味どころ。小倉アイスが名物だそうですよ。お邪魔します。お邪魔します。美味しそう。小倉アイスが
名物なんですよね。そうですね、今年で103年目で、すごい長い、すごい残った小豆をもったいなく思って、でそれを保存して、周りが少し固まったので食べてみたら美味しかったので、それをたまたまあのアイスクリームの製造機に入れたら偶然オクライスができたという。そんなきっかけが。じゃあみんなでいただきましょうか。いただきましょうか。いただきます。いただきます。じゃあ黒蜜をかけて。かかる？ありがとう。どのくらいなんだろう。たっぷりいくね。おお、濃厚。いただきます。いただきます。おーすごい、あんこ、やっぱりアイスからね。うん、おいしい、おいしい、おいしい。蜜やばい。黒蜜がなんかめっちゃ小豆と合ってるね。合うな。アイスと抜群の相性だね。うん、なんか今まで食べてきた、うん、あの黒蜜とかも、うん、もっと結構、うん、あのしつこい甘さがあったんですけど、すごいすっきりしてるし、うん、なんか、ね、やっぱり老舗でちゃんと 100年以上やっぱりずっと続いてるだけあって、うん、もうなんか私たちの心をわしづかみにする味ですよね。お腹が好きな味。そう、うん、後にこうなんか甘いってならないけど、うん、ちょっと甘さも良くて、うん、すごい美味しいです。オクライス乳脂肪分ゼロなので。あ、そうなんですか。じゃあ女の子にはもう、ね、嬉しいよね。めっちゃ嬉しい。通いたいですね、ここは。はい、ね、また食べたい。めっちゃ美味しい。うん、そして再び湯島天神へ。高校の時に湯島天神に来ました。ね、学業のために。何年前？何年前？やめて、30年前。30年前。30年前。入れます。はい。はい、こちらも総選挙に参加。お祈り、はい、渡り廊下走りたいセブンの皆さん、良い結果が出るといいですね。それでは新曲をどうぞ。末吉でした。いやーすごいね。すごい、え、見た、これもしかして渡り廊下じゃない？渡り廊下だよ。めっちゃ綺麗な渡り廊下。すごい。すごい、渡りたい。え、行こうよ、行ってみよう。お願いしよう、お願いしよう。渡れるか分かんない。お願いしよう、お願いしよう。いいのかな、こんなすごい立派な渡り廊下初めて見たわ。あ、すいません。こんにちは。こんにちは。あのですね、そちらですごく立派な渡り廊下を見つけたんですけど、はいはい、あのぜひ私たちグループ名、渡り廊下走りたいセブンということで、はい、こちらの渡り廊下は、まあ、走るとは言いませんけども、うん、はい、渡らせていただけませんでしょうか。うん、お願いします。お願いします。今回特別にとしましたら皆様方渡り廊下を渡っていただきたいと思います。ありがとうございます。あと、まあ、結婚式とかねの方々はあの渡り廊下を渡ることがあるんですけれども、ちょうどこのように新郎新婦またあのご親族の方があご本殿に、で式を挙げる際にこの渡り廊下を渡っていくんですね。素敵。すごい。めっちゃ緊張。すごい。ここからが渡り廊下になります。それどうぞお座りください。嬉しい。失礼します。ゆっくり噛み締めながら。噛み締めよう。失礼します。すごい。すごい。すごい。さっき見てみましょう。まあ大体あの渡り廊下このまっすぐ水平のあの渡り廊下多いんですけれども、これはちょっとこうアーチ状になっている渡り廊下ですね。こう少し最初こう登っていく感じがまたですね、綺麗。趣があると思いますけど。姫じゃよ。姫じゃよ。姫じゃよ。いやー。あ、気をつけて。渡り廊下走りたいセブンが貴重な渡り廊下を渡りました。次、何か。4番手、渡り廊下走りたいセブン。
メンバーの登場でますますノリノリのプロデューサー、そしてこの人たちも。アイドルのファンの方が持つパワーは本当にすごいと思う。なんだこれ本当私が、真ん中にいる立ち位置の時に割り込んでセンターに入ってきたんですよ。どいてくれないんですよ。いや一緒にファンの人もあ、ここはシンディがセンターの場面なんだなって一回理解したところがおかしかった。説が面白かった、ね、その後のざわめき面白さやばかったです。めっちゃ面白かったね。段取り通りです。あんなね打ち合わせしてなかったから。